平川選手、お疲れ様です。ありがとうございます。改めてゴールシーン振り返りをお願いします。セットプレーだったんですけど、前日のセットプレーの練習の時に同じような形ニアで合わせる形で、その時はキーパーの正面に飛んでゴールはしなかったんですけど、まあ形としてはイメージできてたので、今日もその形のイメージでなっちゃんのボールもしっかり同じところに飛んできたので、そのイメージ通り決めることができました。まさに練習通りうまくいったということなんですね。はい。これが立ち上がり開始12分頃でした。チームとして勢いもつきましたが、いかがでしたか？そうですね、まあ、今日は、まあ、前節とかに比べたら、なんだろう、難しい試合ではないっていうか、まあ、必ず勝ち点を取るべき試合ではあったので、その立ち上がりのところでまず1点決めることができたのはチームとしても個人としても良かったのかなっていうふうに思います。立ち上がりの良さの一つに、皆さんがすごく楽しそうにサッカーしている様子が見受けられましたが、このあたり何か意識の変化あったんでしょうか？まあ、今までの試合しばらく勝ててなくて、結構選手もスタッフも勝てない、勝ちたい勝ちたいってすごい、なんだろう、そういう考えで苦しんでたんですけど、やっぱり一回楽しくサッカーをしようっていう意識をして今日は入ったので、そのイメージで結構ボールもつなぐことができて楽しくできたのかなっていうふうに思います。はい。またここ保土ヶ谷では久しぶりの勝利となりました。お客さんと近いことも特徴の一つだと思いますが、その勝利どう受け止めていますか？まあ、久しぶりの試合、久しぶりの勝利で、すごい、まあ、勝てたこと自身自体が嬉しかったんですけど、まあ、スタンドも近くてサポーターの声をそばで聞くことができて、やっぱ勝つっていいなっていうふうに思いました。そして間を空けず、次節がホームゲーム、またここ保土ヶ谷でオルカ戦です。そちらへの意気込みをお願いします。今日勝てたけど、まあ、これを続けて、まあ、残り4試合なんで全部勝つつもりでいるので、しっかり切り替えてまた来週勝てるように全員でいい準備をしていきたいなというふうに思います。季節も楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。